平安谷教授本と読書の大会をしていただきありがとうございます。私司会の大友といいます。で本日あのトークが大体20分からまあ30分以内ぐらいで終わりまして、でその後サイン会という形になります。でサイン会はあの随時もうこの並びになった順番であのサインされることになっております。であのその後あの熟練版画、こちらにある池永さんの熟練版画と後ろの方で販売されています長寿さんの歌集とカレンダーをお買い上げの方にはあのその後サイン会終了後今度はあの買い上げの時にお引き換え券いただくを配ってますので、それで交換であのそれぞれの先生方からあのサイン色紙をお配りするということになっておりますので、あのサイン会終了後今度はそちらの方々はそちらにお並びください。であの随時あの版画も画集カレンダーもあの販売しておりますし、トークの終了後そのサイン会になる間とかでもあの販売しておりますので、そちらでもご購入していただけるとありがたいです。なぜかあの私の本とかもちょっと押されてますけども、そちらは別に買い上げの上の特典はございません。あとあのサインにはあのオリジナルの今回のサインはオリジナルのポストカードも付いていますので、これもお忘れずにお受け取りください。それぞれ長寿先生と池永先生それぞれのこのポストカードになっています。はい、という形であの進めていきたいと思いますので、本日はよろしくお願いします。それでは池永先生と長寿先生にお願いします。まずあのポスターとか書籍 CD などでも次々と作品が展開中の気鋭の美人画家、長寿紅子さん。皆様こんばんは。長寿紅子と申します。本日はよろしくお願いいたします。で美人画を現代日本に復活させた立役者でもあり、現代日本で最も出ている作家の一人と言っても過言ではない池永康成先生。池永です。あのとりあえずまずはあのジョージさんがどういう経緯で美人画を描くというところまでたどり着かれたのかというところの話を伺いたいと思います。はい、私はちょうど2013年に、大学の方を卒業しまして、でその頃っていうのは結構学生時代みんな人物を描いてる人っていうのはほとんど多分周りにはいなくて、私は実際卒業制作ちょっと前ぐらいから人物は描くようになったんですけれども、あの人物その美人画とか人物ってこうどうしても飾りにくいとか手に取りにくい、こう個性が出すぎてちょっと飾ると怖いとか、そういう印象があるっていうふうにやっぱり先生方からも結構教えていただいてて、皆さんちょっと手がつけにくい素材だったのかなとは思うんですけれども、でまあ、卒業していろんな世界を見るようになって、初めてこうギャラリーとかで展示をするようになった時にだんだんこう美人画を描いてる人を目にするようになって、であ描いていいんだっていうふうにちょっと思って、もともと人物が好きだったのでちょっと私も描いてみようかなっていうのが始まりではありました。はい、あの池永さんももともとその美人画を描いていいと思っていなかったとおっしゃってましたよね。そうですね、あの書いちゃダメだって言われましたね。あの欲しい人がいるから。そこからその美人画を描いてっていう風になった経緯みたいなものは、私はもうあの写真をやってたんですけど、あの、まあ、めんどくさがり屋なので、あの風景を描こうと思ったらそこに行かないといけないんですよね。で女の子っていうのは身近なんで部屋に呼べばいいわけですから、まああわよくば、どうかなればいいなっていう感じで、まあだから一番自然な形で描き始めたんですけども、でまあ描いちゃダメだって言われたんですけど、まあモチーフが一番身近だったっていうことですね。それがこう例えばその画廊に持っていったりとかっていうのにはやっぱ抵抗でもあった。そうです。あ、もう売れると思ってなかったで
ジョニーさんはその人物画とかをこう描くようになるのにあって、その周りに描いている方を見てっていう中には池永さんの絵もあったんですか？そうですね、こう普通になんていうの、若手な作家さんが結構こう出せるようにだんだんなってきていて、小さいギャラリーとかでもこうたくさん見るようになった時に、あ、美人画って誰がこう今きちんと描いて出ていってる方なんだろうっていうふうにいろいろ調べ始めた頃に池永さんの絵を私も拝見してっていう形ではありました。その頃はもうちょうど池永さんが売れ始めたぐらいの時代ですかね。5年ぐらい、私が発表が2005年頃から発表なんですよ。そう、だから結構この雑誌とか表紙とかで見るようになってたっていう感じではあったと思います。その美人画っていうのが今こうかなり その後でこう広がったんですけども、池永さんとして見ればその今の状況っていうのは当時と比較してどのように感じられてますか？まあ実物描くっていうのは一番当たり前のことなんで、まあ、描けるようになってよかったなっていう感じですよね。それはあのやっぱりその最初その画廊に描いちゃダメって言われていた時に描いてた時と、例えば今描かれている時というのは感じとか違うものですか？そうですね、そうかな。まああのもともと描いちゃダメっていうのがもう50年近くあって、あの、まあ、そのことがおかしかったんですよね。もうその50年間描いちゃダメが続いているということがおかしかった。そうですね、もうじゃあもうそろそろもうみんな描きたいなっていうタイミングでうまいこと出てきた感じなんですか、ね、そうだと思います。はい、でそれにこうジョージさんとかのこの美人画の世界の本に乗られてらっしゃる、ね、高先生がどんどんこう、はい、後を追う形でジャンルができてきたっていう、はい、あのただそのいわゆる人物画っていうかその日本画、特に女性作家による美人画みたいなものっていうのがこうムードが随分変わってきたような気がするんですけれども、そのあたり池永さんどういうふうに捉えられてますか？僕がその画学生だった頃、先輩の女流の作家さんいらっしゃったんですけど、女流作家であるプレッシャーがすごく強かったのかな、うん、その表面的な美しさだけを描くんじゃなくて内面を描くんだっていうのは必ず当時の女流の作家さん言ってたし、それで何どうするのかって言ったら、あの、まあ、画面を汚すっていう方法になっちゃうんですよね。で今その、まあ、正直女流も女性ばっかりになっちゃったんですけど、何ですかね、プレッシャーがなくなって。そうですね、なんか多分そういう池永さんの言う画面を汚す系な感じっていうものがなくなって、どっちかっていうと男性目線らしい美人画っていうのも増えてるんじゃないかなって私は思ってるんですけども。女性が描く男性目線の美人画っていうことですか？そうですね、なんかその池永さんの言う画面を汚すっていう方面ではなくて、もう少しこう表面的な美しさというか内面性だけじゃなくてっていうふうに捉えてる方も最近は多いんじゃないかなっていうふうには思います。なのでちょっとこう女性の作家さんも目立ってきたのかなっていうのはちょっとずつ私も感じるところがあります。ジョージさんのその女性を描くっていうスタンスみたいなものは、そうで、私もやっぱり一番はこう見てくださった方が美しいって思う形っていうのを一番大事にしているので、もちろんこう内面性だったり心だったりっていうのはテーマにしているんですけれども、それとまた一緒にこうスッと入り込みやすいっていうのはやっぱり見た目の美しさっていうのはすごくあるのかなと思っているので、私はちょっとそっち寄りなんですけれども、僕がその写真、まあ、あのどうしても東京に出たかったんで親に写真をやるって嘘、写真の勉強するって言って嘘を言って上京したんですけれど、でその当時写真って男の道具だったんですよ。そのでどうしてやめたかっていうと、ちょうどその
カメラがオートフォーカスになってデジタルになってどんなの人が撮るようになったんですよね。でその時に男が女の人の写真今まで撮ってたんですけど、女の人が自分で例えば風呂上がりの裸の自分を撮るようになったらもう男はかなわないじゃないですか。かなわないじゃないですか。だからかなわないですか。今もうカメラは完全にもう女の人のブログになっちゃって盛るでしょ。でそういうことかな。そういうことなんですか。そういうことかもしれない。こう自分を撮るとか女性、まあ、なんだろう、女性であるっていう意識をそんなに持たなくてもいいことだ。それはあると思います、なんとなく。それと例えば今その女性を描く女性画家っていうか、いわゆる美人画を描いている画家の方のほとんど女性がとても多いっていうのは関連するんでしょうか。今一番エロチックな男性目線の、この中にいる大竹さんとか、まあ、一番男目線で書いてますよね。でこれがなんで男にできないのかなあ。そのエロチックみたいなことを考えた、あの視点にした時でも女性目線の、女性目線とか女性が描く男性目線のようなエロティックさっていうのの方が男性が描く男性目線のエロティックさを上回っている。そうですよ、なんか女性であることと男の目線になれることと両方できてるんですよね。男はやっぱり男の目線しかできないし踏み込めないんで、ね、踏み込みの深さみたいな。そうですね。ジョイさんそのあたりどういうふうに。でもそれはすごいあるかもしれないです。なんか知らず知らずにそういうことがなんか存在しているというか、あまり考えていなくても自分自身が多分女性だっていうこともあるんでしょうけど、自然とできている気はします。あんまり意識はせずに。私がだから一番やりたいのはハメ書きなんですよ。で今できてないんですけど、で男は一人じゃできないんですよね。で大竹さんできてる、ハマってます。大竹さんは本当にから男が踏み込めないところに女の人の方が踏み込めるのかなっていう。ジョイさん、例えばその女性を描くっていうのにあたってモデルとかを選ぶわけですけど、はい、その時にそのどうでしょう、例えばその内面みたいなものとか、その踏み込んで、そういうのプロチックな部分に踏み込んでいくとかっていうのもこう想定した上でのモデル選びみたいなことをされているわけですか。そうですね、私はこう割とコンセプト的にこう誰にもこう当てはまる感情っていうものをそこに欲しいなって思っているので、こう自分こうモデルさんが私ですっていう風に出てるモデルさんじゃない方を選んではいるんですけれども、こう何とも言えぬ無表情というか、で、まあ、それをこう総トータルして考えた時に、なんかそういう女性らしさみたいなものもこう表情がないことによって結構強調されて出てきていたりとか、美しいなって単純に思う方が多くて、でもそういう方を私は自然と選んではいるなとは思っているんですけど。木永さん、そのモデル選びみたいなことに関してはその男であるから踏み込めない部分みたいなものをモデルさんに埋めてもらうみたいなところはあるんですか。まあ、ままならないのを今のところは楽しんでるっていうか、ままならないで夢中になるんですけど、モデルさんで来ないんですよ、約束の日に。もう1時間遅れからスタートなんです。スタートっていうか一番早いのが1時間遅れなんです。で待ってるんですけど、
かそれがたまらないんですよね。その時間ですか、うん、だからその日本画の絵の具、この洋画から始めて日本画になって何でのめり込んだかっていうと、言うこと聞いてくれないんですよ、日本画の絵の具って、うん、言うこと聞いてくれないとのめり込んじゃうので、で女の人の一番身近な素材なんですけど、一番言うこと聞いてくれないんで、そうすると夢中になっちゃうし、あのだから続けられるんですよね。でだからずっとその埋められない状態を描いてるんですけど、まあ、そこを描かざるを得ないんですけど、本当はその次に行きたいんです。あのその次とその後を描きたいんです。それが男の私にはなかなか いけないんですよね、自分一人では。じゃあそこを比較的こう飛び越えてられるから女流作家の方がこうたくさん出られるということになるんでしょうね、大竹さんはね。富士さんはちょっとはちょっと違いますよね。あとあのそれこそあのジョージさんも池永さんもあの作品を絵画としてだけじゃなくて、今回のジプリだったり画集とかカレンダーを自分でお作りになられたりとかっていう形で、そのそういうふうに展開することにもかなり強い興味をお持ちですよね。そうですね、なんかこう、まあ、絵という形だけじゃなくて、こう、まあ、いろんな方に知っていただける機会っていうのはやっぱりたくさん自分からも作っていかなきゃいけないと思うこと、とあとまあ原画の良さと、その岩絵の具っていうのがすごく美しい素材なので、やっぱり原画の良さはあるから、もうそれがなくなってしまってる、その、そういうキラキラした感じとかがあの印刷では出ませんけど、まあ、その違いっていうのも、まあ、すごく感じていただいて、本画の方をもっとしっかり見たいって思ってもらえるような形で興味を持ってもらうっていうツールの一つとして、私は今そういうことも力を入れてやってはいるんですけれども、せっかくなので今日のラシュートカレーの宣伝などもあの今日はちょっとあの後ろでまた後でやらせていただくんですけれども、画集とあとカレンダー、ちょっともう4月になっちゃったのであれなんですけど、2018年のカレンダーと今なんか後ろに出していただいてるんですが、2つ持ってきてるので、もしご興味ございましたらよろしくお願いいたします。池永さんもそういうグッズとかお好きですよね、作る自分のものを作る。そうですね、あの僕やっぱり子供の頃にあの今、まあ、書店なんで、あの、萌えと今若い人とかよく何だったかな、萌えと ライトノベル、ライトノベルと萌えなんですけど、僕が子供の頃ジュブナイルって言って、あので表紙は絵描きが描いてたんですよね。でポスターも商品のパッケージにも絵画があってて、あの幸せな時代だったので、僕はもう一度そういう風に、うん、絵画が生活に入っていくといいなと思ってるんですけど、僕ね今日ね年表を調べてきたんです。いいですか、はい、急にあの、まあ、前の美人画、いわゆる皆さんが想像する美人画です、まあ、50年今人物描いてないという話をしたんですけれど、その前の美人画ですね、鏑木清方、松園、常富藤新水で、これが1910年くらいが最盛期なんですね。あの明治ですね。そうですね、そうですね。であのこういう感じで北野常富がそのビールのポスターとか百貨店のポスターとか書いてるんですよね。でその頃伊藤新水が1916年新版画をするんです。浮世絵の後のいわゆる美人画って想像する絵柄の版画が1916年にすって、
で60年頃に終わるんですけど、渡辺半官の渡辺正三郎氏が1962年発足で、まあ、その頃にいわゆる前時代の美人画が終わるんですね。でそれにその後平凡パンチプレイボーイが64年65年スタートなんです。でグラビアの時代、グラビアの時代なんですね。あのちょうど60年ぐらいにあの美人画とグラビアが、入れ替わるんですよね。で篠山紀信さんという巨人がいて、で結局グラビアの時代に絵描きが現代の女性を描くっていうことができなかった、で踏み込めなかったっていうのがあるんだと思うんです。で今そのグラビアが、なんだろう、に対する夢っていうのがなくなってきた時代で、その僕ら子供の頃コマーシャルに綺麗な可愛い子が出たらあの子誰だって大騒ぎになってたんですけど、今もデビューする前から正体がバレちゃってるわけですよね。でグラビアデビューしても、その子も情報発信どんどんするんで、どんな子っていうのはグラビアがこの距離にあるとしたら本人がこっちの方にあるんですよね。だからそういう状況でも、まあ、美人が人物画がずっと描かれてなかったっていうのと、一つやっぱり、自分の想像力を乗せられるものを求めてたっていうのはあると思うんです。で今多分その切り替え時期になればいいなとは思ってるんです。ちょうどその頃にその例えばその現代の要するに洋服を着て髪の毛を結っていない女性のを描く技術とか方法みたいなものがちゃんと生まれてきたっていうこと。そうですね。でそれ最初にやっ世代がこの中にある佐賀江さんで、あの僕が発表する前に、実は人物を描いてる美大生の女子が僕何名か見てるんです。でそれがその、ファッション誌の中にその街角のおしゃれな女の子を写真撮ってあのっていうコーナーありますよね。でファッション誌なんて、ジーンデニムに今風の服を着て、で こういうんですかねっていうのを書く人が何人かいたんですけど、これがどうもうまくいかなかったみたいな。その当時はですね、はい、でまあ、そこも女の人が挑戦したんですけど、風俗画ですよね。要するに風俗画かな。で、そういうことですね。いただけたんでしょうか。どうですか今の話、庄司さん。いや、そう、でも私自身その絵を描く、ね、ずっと前、生まれるちょっともっと前の話から遡ってのお話でしたけど、でもそういったふうに考えていくと、なんかすごくこう納得のいくところがたくさんあると思った。でその清方からグラビアが来て、でまたこういうふうに美人画の感じが来てっていう、全部その2つがこうちょっと融合されて、また新しい形で今出てきて、で描ける時代になっているのかなって私も思っているので、でなんかちょっと違う感じでそれが来たその今後の美人画みたいなものに関しては稲田さんどういうふうに。今後はやっぱり、何ですかね、十条塔とか神丹とか生活の中に、そうですね、天下粉とかに美人画が使われるようになんかなったらよくないですかね。
藤さんもね、すごい結構生活の中にこういうような仕事されてますよね。そうです。なんか最近その結構シンガーソングライターの今中村月子さんってこれからデビューする方と今一緒にコラボしてその方のポスターを書かせてもらってるんですけど、そういう風になんか音楽業界もこういろいろ見方が変わってきて、本当はその月子さんを写真で撮ってもちろんポスターにするのが普通なんですけれども、そこをあえてこう日本画を使うっていう風に考えてくださる、そのだんだん、ね、そういう思考にこうなってきてるっていうのが私はすごく嬉しくて、こういうふうに絵を使ってもらえるようにこうなってきてるんだって思うと、もっといろんなことができる気が、私もさっきの池永さんの話もそうですけど、思います。まあ、そうすごい時間になりましたので、日本が美人画の未来の話が少しなところで、今日の特集は終わりにさせていただきます。ありがとうございました。拍手を。